はい、それではシークレットレッスンキムヨンジャさんの哀愁の酒歌っていきましょう。ちょっとあの美空ひばりさんの悲しい酒のイメージを彷彿させる影のある歌ですけれどもね、いきましょう。1、2、1、3。恋が女の灯火ならばね、出だしからちょっとまあ重いパンチを一発グッと仕込むような感じですけれども、まあ最初はそうですね、一応王道的に歌うと恋が、この音は大きくというよりは太くふくよかに出していただきたいと思います。恋ですけど、この字恋っていう感じ、音が挟まってる感じで恋がって歌うとね、すごく膨らみがある感じになると思います。女のは恋が結構パンチがふくよかでしたので、女もそれ以上のパンチが来てしまうとちょっと怖い歌になりますから、重い球を発射したらその後の球はちょっと軽くしてあげて、女らしさをねちょっと見せてあげるっていうのがね、この辺の、歌い進み方、上等な感じになるんでしょうかね。灯火、これをもし重くしたらならば、次はちょっと軽く、夢はこの世の、あらので、その後こぼこぼ、同じ音ですけど、まあ、1オクターブと言いますね、飛んでますので、もう本当に目線見るところをこうで足元の一歩先、ぼーで目線のちょっと上、まあ、天井の四隅っこの、ね、角の方でも、まあ、お部屋の角の方でもちょっとそれで目線を先に、しっかり位置を決めて、そこに向かって声を出すようにしましょう。こぼればな、ね、それから最後、バーララララララ、これ拳といっても、すごくゆったりした節回しって言った方がいいかもしれませんね。節回しを回そうともし思っていたらですね、力をなるべく抜いてゆっくりやってみてください。バーナーバーアーアーアーバーア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 ーね、あが4つね、最初キレキレでもいいです。ゆっくりゆっくり自分が向きにならない速度でいきましょう。でそれができたらちょっとずつ速度を速くしていって、最終的にはバーナーバーナー、もう本当に眉毛を上下する感じぐらいの力しか使わないっていうね、そのぐらいの力加減で軽く歌う方が節回しきれいにいくと思います。さあ、ここまでちょっと重たい前半が終わりました。歌のシーンがちょっと変わる感じで、あなたあなた寂しいよ、ここは語りかけにも取れますよね。あなたあなたってあなたという言葉は非常に大切な言葉、私とあなたが出てきたら、思い入れを込めてあげてください。あなたがしかも2回ですから、2回同じ歌い方をしないように、少し塗り絵で違う色をね、塗り分けてあげるように、赤と白でも紫と黒でも何でもいいですから、ちょっと色を変えて、あなたあなたね、自分の歌う表情を鏡へ見てトレーニング。あなた最初は眉毛に眉間にシワを寄せて、2回目は笑って言うとか、そういう風に書いてあげてもいいと思いますね。自分の目で確認できるような動作をつけると、非常に自分でできたって達成感がありますからね、分かりやすくていいと思います。寂しいよ、寂しいですからあんまりドーンと歌わないですね。その代わり次、愛に来てよ、愛に、ヨンジャさんも非常にここは力を入れてます、入れてるというか溜めてますね。あーっていう時に何でしょう、
はあ、アクションってくしゃみするみたいなためが効いてると、はい、少し身を縮ませるようにして膝のバネを使うようにしてね、もしたって歌ってたらねしてもいいと思いますね。効いてよはあまり強くしない、さっきの重い球と軽い球を交互に発射していくような作戦、ここでも踏襲してください。お酒を飲むたびほろほろと、ほろほろというのが何でしょうね、お菓子で口の中放り込むとフォワフォワって崩れるクッキーみたいな丸いの知りません？あれなんて名前、スノーボールだっけ、それを食べるとお口の中でホロホロと溶けるってわかります？皆さんお菓子食べたことある？そんな感じでちょっとホコホコするようなお口の中、お菓子食べてもいいですから、想像してホロホロと、あまりこのホロホロが平たくならないようにホロホロとっていうと、なんかピターって感じでこうぺちゃんこな感じがしますから、あとはなんだろう、焼き芋ホクホクみたいな、そんな感じ、うん、でちょっとこうほっぺたの内側の空間、キープしてホロホロって言ってあげるといいと思いますね。柔らかい音になると思います。でまたホロホロとよ、今度は1オクターブ下の方に飛びます。さっきは下から上でした。夜よ私を、さっきあなたが出てきました、ここで私が出てきましたから、まあ、だいたい私っていう時に女性であれば胸をこうやって押さえてあげると、非常に見た感じ、感情がね、うまく分かりやすく表現できると思います。私をなぜ泣かす、なぜが重たくて泣かすが少し柔らかい感じ、こうなん織り交ぜて、弾を発射し続ける。あとスピードはゆっくりですから、ぜひ落ち着いて、私が今落ち着いてないですけど、落ち着いて歌っていただきたいなというふうに思います。そうやってると結構ワンコーラスあっという間ですが、いかがでしたでしょうか。それでは、一番ご一緒にピアノで哀愁の酒、キムヨンジェさん歌ってみましょう。 1,2,3 でいきますよ、いきますよ、 1,2,3。 恋が女の灯し夢はこの世のこぼれ花、あなたあなた寂しいよ、愛に酒を飲むたびほろほろと、夜よ私をなぜ泣かす。歌い終わりはちょっと困ったちゃんの顔がいいかもしれませんね。はい、上手に歌えましたでしょうか。何回か練習をしてみてください。哀愁の酒でした。またねー。